こんにちは、カーピです。最強決定戦広島リーグ1位を目指してプレーしています。次の8月こそ1位取りますんで、ぜひチャンネル登録して観客席の確保よろしくお願いします。今日の更新で S ランク3塁手サードが追加になりました。合わせて福袋が来てますね。2600万ダウンロード福袋。今回はこの福袋を回してカープ純正強化やっていきたいと思います。ドラフトスカウトも来ているんですけど、福袋引いてからにした方がいいかなと思いますね。今カープの S ランクは9人中6人獲得。そして今回の福袋が購入4回目で S ランク1チーム確定。今回追加の3塁手堂林選手を引ければドラフトスカウトがスルーできますね。堂林選手が引けなければドラフトスカウトを回していく、この順番でいきます。堂林選手の能力、ミートパード落ちは崩れちゃいましたけど、称号でオールド落ちいけますね。オールド落ちしっかり決めて永久保存したいと思います。守備力も大幅アップ、適正11アップでかいですね。はい、これも絶対必須です。8月どんなオーダーになろうがほぼ確実にオーダーに入ると思って間違いない。絶対獲得ですね。さて、いつも通り他球団の選手にも一言コメントをして、それからガチャいきましょう。松田選手、今季の能力やばいかなと思っていたんですが、全然下がんなかったですね。これなら TS の可能性は低いかな。安田選手、将来のロッテの大砲、パワー74、期待値込みって感じでしょうか。中村選手、2位と4ダウンで踏ん張りました。TS よりもこっちが強そう。鈴木大地選手、ミートへ乗った、おめでとうございます。野村選手、ミドルネーム持ってるんだ、野村ジェームズ勇気、かっこいい。宗選手、今季も三塁しか。岡本選手、パワー83、さすがホームラン王。守備適正 B74、 爆上げしている。ファーストめっちゃ下がってる。大山選手、守備適正が11段、ミート76、パワー80。これならエキサイティング版でミパドーチ狙いたいですね。てかエキサイティングバカ強いな。高橋選手、ミートへ惜しい。守備力、私立ひょっとしたら適正いくんじゃないかな。宮崎選手、ミートへ返り咲き。ただ守備力がちょっとこんな低いっけ。村上選手、はい強いです、めちゃくちゃ強いですね。現環境最強サード、実はファーストの方が得意で特殊能力も完璧。さあ、それではガチャ回していきましょう。一気に40連まで行きます。お願いします。さあ10連目。このガチャは基本は課金ユーザー向けかなと思いますね。無課金の方はスルー推奨。無課金なら次の TS のランキング、もしくは6月のエキサイティングですね。そこ狙ってエナジー貯めるのがいいかなと思います。たまに20連目 S 確定まで回したいとか、そういう方もいるんですけど、おすすめはしないですね。回すなら自チーム確定までいかないと意味ないかなと。何もないか。おお、来た平選手、扱っとく。エース足からの S はないか。最後、バーヘイゲン選手、言いたくなるよね、バーヘイゲン選手。20連目、ここは S 確定。さあ、今季も圧倒的にパリグばっかりいける当チャンネル、イエス、ありがとうございます。絶好調、今引き行きたいな。さあ、今日誰が引けるのか。炎もナイス、いいね、豪華演出。さあ、おお、足も燃えた、ボールも燃えて最高の演出。これ2番じゃない、来た、 A だった、中田選手。いや、これ2枚あるでしょう。2枚来そうな予感。来た、あれ A ランクだった、おかしいな。来た、おー、来たけど自チーム引いたけど、またかぶる。今季かぶり率やばい、超かぶる。やっぱ2枚だったな、予感的中だった。さあ、ラスト、ここはどうだ、もう一回カープお願いします。石川選手、またパリーグ。いや、本当にパリーグ来るよな、オリックス以外。30連目、はい、ここは S 確定ではないけれど S の確率が2倍。今回のガチャが21日までっていうことで、21日 TS 大事談濃厚じゃないですか。はい、ほぼ確実だと思いますね。いやー、 TS 楽しみだな。予想動画出します、急いで出しますね。さあ、5倍 S コイン、来ないか。 5% 来るでしょう、 5% なら来る、来る、ないか。
何か。おっと、Aランクだった。 T 横田さん、あとは A ザクザク、ないかな、ないか。ラスト平田さん、今年どうしたんだろう、調子悪そうだ。さあ今回これがラスト、40連目10チーム目確定、お願いします。はい、欲しいのは田中選手、森下選手、堂林選手、この3人なら誰でも OK。 堂林選手が取れればドラフトスルーできる。おい火力弱火すぎるでしょう、確定なのに。さあ3分の1で入、かぶらないでくれよ、お願いします。さあ誰来るかな、バット当たれば新選手確定。当たらない、当たらない、怪しい、かぶりっぽい。さあ誰だろうな、最近張さん出る流れあるからな、張さん引きそう、入で頼む。 A ランク堀選手、日ハム率すごい。最後だっかな、はい最後だけ、自治メス確定、かぶりそう。3分の1で入、お願いします。やっぱりかぶった、やっぱりかぶった、予感的中。いやー3分の1負けた。じゃあ最後に今回のイベント確認しましょう。覚醒できましたね、プロスピーパーク。カープは坂倉選手、能力がな、総力型で低弾道、もうちょっと上げてほしかったな。他球団で注目はやっぱり奥川選手かな。はい、通常 S もひょっとしたらあると思うし、何より将来性ですね。今から A ランク貯めておいていい選手でしょう。そしてコイン2分の1来てますね、しかも6日間もある、これ嬉しい。そして21日の更新でタイムスリップ第3濃厚ですね。はい、 TS 第3予想動画急いで出します、土日には出せると思うんで楽しみにしていてください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。今季も最強戦広島リーグ1位目指して頑張ります。ぜひチャンネル登録して観客席の確保よろしくお願いします。じゃあね。